富津小学校では防犯グッズの贈呈式が行われ、富津警察署や富津市教育委員会から新一年生11人に不審者への対処法を説明する下敷きなどの防犯グッズが贈られました。贈呈式で富津警察署の松村光一所長は、怖い思いをしたらすぐにお家の人や先生に知らせてほしいと呼びかけました。 その後、防犯教室が開催され新1年生たちは警察官と一緒に防犯標語のイカのおすしに沿って知らない人についていかないやすぐに逃げるといった不審者から身を守る方法を練習していました。えー、富津市全体がです、ね、一丸となって、 子どもたちに安全で安心の実感できる街をですね体感してもらいたいという思いから渡させてもらいました。少しでも危険身の危険を感じたら連絡してもらう大人に助けを求めるそういったところをですねすぐにできるように徹底していただけたらと思います。